スタンリー・ウィルソン・ウィリアムズは、アメリカ合衆国ニューハンプシャー州エンフィールド出身の、プロ野球選手、ウト右ミギ選手として14年、コーチとしても14年と MLB に長く携わり、多くの球団を渡り歩いた。ドラフト制度のない1954年11月に、ブルックリン・ドジャースと契約した。1958年、ロサンゼルスに移転した年の5月に、 ドジャースで MLB にデビューした。1959年のナショナルリーグ優勝決定プレイオフでは第2戦の10回表から3イニングを無失点で勝利投手となり、その後1959年のワールドシリーズ優勝に貢献した。1960年の MLB オールスターゲームではドジャースのウォルター・オールストンが監督を務めたこともあって初めて選出された。 1962年のナショナルリーグ優勝決定プレイオフでは第2戦に同点本塁打を許したがその後チームが勝ち越して勝利投手となった。1962年11月ビルスコーロンとのトレードでニューヨークヤンキースに移籍した。1965年3月クリーブランドインディアンスに移籍した。1969年12月ディーンチャンスボブミラー。 ケット・ウーランダー、グレーグ・ネトルズとのトレードで、ルイス・ティアントと共にミネソタツ・インズに移籍した。1971年9月、二人の後日、発表選手とのトレードで、セントルイス・カージナルスに移籍した。1972年4月、カージナルスから放出され、カリフォルニア・エンゼルスと契約した。1972年6月、エンゼルスから放出され、 ボストンレッドソックスと契約した。通算成績は、実動14年で482試合に登板して109勝94敗42セーブ、防御率3.48などの記録を残した。ポストシーズンでは、通算4試合に登板し、11投球回を無失点であった。現役引退後は、投資コーチとしていくつかの球団に所属し、 レッツでは1990年のワールドシリーズで優勝した。2021年2月20日にネバダ州の自宅で心肺疾患により亡くなった。通算打率118.5本類打。31打点29、292打。ありがとうございます。